クラスマイナス六千三百二十2は、ウクライナのアベタクロスが開発した六 x 六大型オフロード車両である。基本型となるクラスマイナス六千三百二十2は、貨物自動車で、他に同じプラットフォームを使用した各種車両がある。クラスマイナス六千三百二十2は、それまで生産されていたクラスマイナス二百五十五や、クラスマイナス二百六十の構造をもとに、 それらを近代化した改め設計型として登場した。そのため、直接的には1世代前のクラスマイナス -260 によく似た構造、外観となっている。クラスマイナス -6322 のプラットフォームである、クラスマイナス -63221 は、高い走破力を持っており、貨物や乗客を乗せて、あらゆる状態の道路、荒れ地、起伏に富んだ地形を走行できる。 このプラットフォームは気温マイナス45度からプラス50度までの範囲での使用が想定されている。車体にはスペアタイヤなどのスペアパーツ及び工具類を備えており、また運用側の必要に応じて予熱器も装備することが可能である。デザインは従来のクラストラックのイメージを引き継いだ角型のボンネット仕様のエンジンルームを特徴としたものとなっているが、ボンネットは クラスマイナス255などと比べれば、よりユーら,らずズ性トラックに近い曲線を帯びた形状となっている。バンパー部分には、マイテラシトウとウィンカーが備わっている。サスペンションは、全部と後部とに分かれた独立喧嘩式で、縦向きの半ン円形スプリングを有する。全部サスペンションは2機の水圧式ショックアブソーバー。後部サスペンションは1機のバランサー式。 ショックアブソーバーを装備している。ブレーキは圧縮空気式のフットブレーキ、駐車ブレーキ、排気ブレーキを有する。エンジンは V 型8気筒のターボチャージャー付きディーゼルエンジンで使用要求によりユーロマイナス0規格のヤムズマイナス 238D かユーロマイナス2規格のヤムズマイナス 238i2 が搭載できる。出力は330馬力。 トルクは1 3 3キログラムフォースマイメートル、排気量は 14.86L で、最高速度時速8 0キロメートルでの走行が可能である。クラッチは、鑑式のものが2枚装備されている。車輪は、直径線3 0 0 m m 幅 530X533mm の530、70R21 が使用されている。 陸上のみならず、深さ1.2メートルまでの浅瀬も走行できる。牽引力も優れており、30トンまでのトレーラー、あるいは75トンまでの航空機を牽引することができる。発展性は58%である。クラスマイナス63,221、プラットフォームを使用する基本型となるクラスマイナス6,322トラックの荷台部分には、 マスマイナス八千九百二十六が使用されている。マスマイナス八千九百二十六はホロを装備することができ、クラスマイナス六千三百二十二は標準的なホロ付き車となる。一方、その有害者型として開発されたのが、クラスマイナス六千三百二十二 a f 1である。軍用の輸送、あるいは修理用車両、また、特殊車両として使用できるほか、 トレーラーヘッドとしても使用できる。また、人員輸送のための座席も装着することができる。回収車として開発されたのが、クラスマイナス6322から076で、未補装置における車両の修理、回収任務に充てられる。いわゆるユニック車であり、運転席後ろに吊り上げ、牽引用のクレーンを備えている。軍専用車両としては、 ソレンドシア製のウラル -375D を使用した BM-21 の後継となるべく、クラス -6322 から121フラード、あるいは BM-21M フラード U と呼ばれるロケット砲も開発されている。また、車体を延長し搭載するロケット弾を40発増加した車両も開発されている。このフラード使用は、 前のクラスマイナス -262 も適用されている。フラード搭載型クラスマイナス -6322 とクラスマイナス -260 は共に2008年8月24日にキエフで実施された独立記念日パレードに参加している。また、電子戦支援システムとして開発されたコリチューハレーダーシステムにも搭載者としてクラス -6322 が使用されている。 コリチューハシステムはグルジアにも輸出されている。ウクライナ国防省の要求に基づき、2007年には複数の試作車両が製造された。国防委員会によって、ウクライナ軍とアベタクロスは5ヶ月間に悪条件下での国家試験をウクライナ各地で実施することが取り決められた。試作車両はこの期間のうちに1万5 0 0 0トル以上の距離を走破した。 試験ルートには、舗装道路のほか、未舗装の土壌面や砂地のオフロードが含まれた。試験車両はいずれも良好な成績で、国家試験を通過し、ウクライナ軍への採用が正式に決定された。ウクライナ軍では、クラスマイナス6322は、兵士という意味の愛称を含むクラスマイナス6322ソルダーとの名で正式化された。年月日には、 アベタクロスより納入される第一陣となる15両が国防省に受領された。ウクライナ国防省の兵器及び軍用車両研究購入部門代表班はアベタクロスの生産部門と生産車両を見学する機会を持った。アベタクロスは試験場において新型車両のデモンストレーションを実施した。部門長であるボロドイームイルフレークは 自ら新型車両に乗車してその高い性能を確認した。フレークはこの新型車両はウクライナ軍の即応合同部隊に配備されることになるであろうと公表した。国防省はアベタクロスよりウクライナ軍向きに57両のクラスマイナス6322を購入する契約を締結した。戦略部門長であるセルヒー・イコトリアール大佐によれば クラスマイナス6322は新しいレベルの性能を備えており、現在ウクライナ軍で運用されている4500両近くのクラス製自動車を補強し、更新する車両となるであろうとされている。2008年2月、アベタクロスはクラスマイナス6322の派生型となる燃料車がインドネシアの国家警察に採用されたことを発表した。この燃料車は スーダンにおける国際連合の平和維持軍で運用されることが予定されている。完成される車両は国連色となる白色に塗られ2008年3月末までに納入される予定である。このほかクラスマイナス6322とその派生型はイラク、イエメン、アンゴラ、エジプトなどに納入されることになっている。これらは水あるいは 燃料のタンクローリーや修理回収者として使用される予定である。ありがとうございます。